ウィリアム・ディオン・ベナブルは、アメリカ合衆国カリフォルニア州マリングーン、グリーンブリー出身の元プロ野球選手、野球指導者。左投げ左だ。現在は、MLB のボストン・レッドソックスのベンチコーチを務める。父のマックス・ベナブルも元メジャーリーガーで、日本プロ野球の千葉ロッテ・マリーンズにも所属した。サンラファエル高等学校から全米で、 最高入学難易度である、最も入学が難しい大学に、ランクされている、プリンストン大学へ進学。大学では一時バスケットボールに没頭し、IB リーグ選抜に選ばれるなど、才能も持っていたが、両親の意向もあり大学在学途中で野球に、専念。そして野球においても IB リーグ選抜となった。2004年の MLB ドラフト15巡目で、 ボルチモアオリオールズから指名されたが、契約には至らなかった。サンディエゴパドレスでの現役時代2005年の MLB ドラフト7巡目で、サンディエゴパドレスから指名され、6月17日に契約。この年は、参加のルーキー級アリゾナリーグパドレスと A-9 ユージーンエメラルズでプレイ。A-9 ユージーンでは42試合に出場して打、打率。 216,2本塁打、14打点、2盗塁を記録した。2006年は、A 級フォートウェインウィザーズでプレーし、124試合に出場して打率。314,11本塁打、91打点、18盗塁を記録した。2007年は、A 級サンアントニオミッションズで134試合に出場して打率。278八。 8本塁打、68打点、21盗塁を記録した。2008年はトリプル A 級ポートランドビーバーズで開幕を迎え、120試合に出場して打率29。292、14本塁打、58打点、7盗塁と好成績を残し、8月29日にパドレスとメジャー契約を結んだ。同日のコロラドロッキーズ戦でメジャーデビュー。 6番、中堅手として、先発起用され、4打数1安打1三振だった。この年メジャーでは28試合に出場して打率、264、2本塁打、10打点、1盗塁を記録した。2009年2月27日に、パドレスと1年契約に合意。この年は主に右翼手として95試合に出場。89三振と、荒さが目立ったものの、 12本類打を放った。2010年3月3日に、パドレスと1年契約に合意。自己最高の131試合に出場。前年から打率を低下させ、前年と同様に、試合数とほぼ同等となる128個の三振を、喫した一方、2年連続での2桁本類打を記録。また、三類打7本、投類29を記録するなど、 足の速さも発揮した。2011年2月27日にパドレスと1年契約に合意。開幕後は40試合に出場したが、打率。224と低迷し、5月23日にトリプル A 級通算パドレスへ降格した。6月9日に再昇格。この年は121試合に出場して打率。246、9本塁打。 44打点、26盗塁を記録した。2012年1月17日に、パドレスと147万5000ドルの1年契約に合意。この年は148試合に出場して打率。264、9本塁打、45打点、24盗塁を記録した。2013年1月18日に、パドレスと267万ドルの1年契約に合意。 この年は151試合に出場して打率、268、3年ぶりの2桁本塁打となる22本塁打、53打点、22盗塁を記録した。9月3日に、パドレスと、総額850万ドルの2年契約に合意した。2014年は、5年連続2桁盗塁となる11、盗塁を決め、引き続きスピードは健在だったが、 一方で20投類以上の継続が2013年までの4年でストップ。打撃面ではメジャーデビュー以来自己最低の打率224に加え8本塁打33打点と不振を呈した。一方守備面では外野3ポジションを守って無失策の守備率 1.000DRS プラス8を記録しハイレベルな守備を発揮した。 2015年は98試合に出場して打率、258、6本塁打、30打点、11盗塁という、まずまずの成績を残していた。ガイア守備では、中堅手をメインに、ガイアの全ポジションを守ったが、通算、DRS6 に終わるなど、いまいちの調子だった。2015年8月18日にマーカス・グリーン、ジョン・エドワーズとのトレードで、 テキサスレンジャーズへ移籍した。レンジャーズ加入後はバットが湿りがちで、37試合で、打率。182.3打点という定調の内容に、終わった。守備では、引き続き外野3ポジションを全て守り DR、DRS プラス1を記録。パドレス時代との合算では、135試合に、出場して打率。244、6本塁打、33打点。 16盗塁という成績を記録し、連続2桁盗塁を6年連続に伸ばした。同年11月2日に FA となった。2016年2月26日にクリーブランドインディアンスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、3月27日に自由契約となった。 3月28日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだ。開幕後は、参加のトリプル A 級リーハイバレーアイアンピッグスでプレーしていたが、6月11日に、自ら選んで契約を途中で放棄する、オプトアウトを行使した。2016年6月14日に、ロサンゼルスドジャースとメジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。6月24日に、 ディエフェとなり、翌25日に、マイナー契約で参加の AAA 級、オクラホマシティドジャースへ配属された。7月1日に、ジョク・ピーダーソンの故障者リスト入りによって、メジャー契約を結んで昇格したが、7日に今度はリュ、ケンぶりを、アクティブロースターに登録するために再びディエフェ、11日に、マイナー契約で、AAA 級オクラホマシティへ配属となった。 オフの11月7日に FA となった。2017年9月6日にシカゴカブスの GM 特別補佐へ就任した。11月21日には2018年シーズンからカブスの一類コーチを務めることが発表された。2020年シーズンからは三類コーチに転任となる。2020年11月、ボストンレッドソックスのベンチコーチに就任することが 発表された。ありがとうございます。